こんにちは、速稼塾のコブです。ナミさんのね、今回のお金の授業、残りの障害賃金はいくらかってことで、まあ、いろいろと計算しないといけないですよね。なんかよく障害賃金は、サラリーマンで3億円とかって言われますけども、これは、まあ、いわゆる中堅以上の上場企業ですか。このあたりに勤めてる人のモデルケースでしょうね。うん、やっぱりね、年収、例えば300万の方が、10年勤めて3000万。30年、40年で、まあ、40年で計算して1億2000万ですよ。とてもじゃないけども、3億円には追いつきませんよね。で、400万とか、まあ、500万。平均年収500万で仕事をやり遂げた人。500万だとどうですかね。10年で5000万でしょ。40年で2億円。3億円には届かないですね。ということなんで、ほとんどの方は、モデルとされている3億円には達しないってことになっちゃいます。でも、何かの事情で、よし、これから稼ぐぞと思った方が40代を迎えたとしたら、残りの人生でどのくらい稼げるかなって計算するのと同時に、あとね、65歳なり、75歳までを自分の労働人生だっていうふうに考えるのかなんですよ。で、私はとんでもない。もう40代半ばぐらいで仕事はドロップアウトして、あとはね、お金目的の仕事ではなくて、完全に自分の自己承認欲求を満たすための仕事なり、本当にやりたい、貢献したいことのために、我が身を捧げるっていう人生の方が豊かだと思うんですよね。少なくとも、お金を追い求める人生っていうのは、人生のね、半分ぐらいで、40代半ばぐらいで終わっといて、やっぱ50代ぐらいからね、いわゆるリタイアした形で、社会や会社に向き合っていきたいなと思うんですよね。そうなるとやっぱり何としてもね、私の考えでは50歳を迎えるまでに5億円ぐらいあったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。ということはもう稼ぎ方を変えないといけないってことなんですよ。今回そのお金の授業の残りの障害賃金というね、ナミさんのテーマで考えたことは、まあそういうことなんですよ。じゃあいつまで働くのみたいなね。65歳75歳まで働くって計算すれば、例えばまあ賃金っていうのがね、今程度でもいいかもしれませんけども、なるべく早く終わりたいじゃないですか。体力もなくなっていくし、人とは疎遠になっていくし、お父さんお母さんはどんどんね、死に向かっていく中で、とてもじゃないけど60代半ばとか70代半ばまで一生懸命仕事してる時間ないですよ。一生懸命仕事じゃない、一生懸命金稼ぎをしてる時間ないですよ。お金を稼ぐというフェーズを抜け出してね、お金を使うという人生に後半を入っていきたいときに、やっぱり50歳になるまでに5億円ぐらいあったら、残りは使いながらでも十分間に合うかなと思うんですよね。まあいろんなね、お金の使い方の例がありますんで、一概にこれ一通りだよってことは言えませんけども、今回みたいにお金の残りの障害賃金をね、時に応じて計算するのはとても大事なことだと思いますんで、今回のナミさんの動画、多くの人に届けていきたいですよね。それでは本日は以上です。